すごいやつ。こいつはイカか、どうだ、まさしくイカ、イカレスラーだ。そんなバカな話しないじゃねえか。イカレスラー、そうだね。イッシがボールをタグスピンチ、倒れ込んだ。次はきっと負けません。最強の敵シャコボクサーに果たしてイカレスラーは立ち向かえるのか。秘策がある。感動を与える試合っていうのはね、伝わるんですよ。おりゃよっしゃ。風が鳴き海が震える感動のドラマ、今始まる壮絶なシーフードバトルロワイヤル、イカレスラー。阿部陽子さんもご存知ですよね。はい。昨夜自宅で殺害されました。僕がやったと思ってるんですか。僕は陽子を愛してたんだ。奥さんもお前が阿部陽子みたいな目に遭わせてどっかに捨てたんじゃないのか。他人の動機は見当たらない。快楽ですよ、奴は殺人を楽しんでる。記憶が抜け落ちてるんだ。記憶하십니까。당신에게당했다고쓰여있더군요。僕が本当の自分はもっと恐ろしい生き物なんじゃないかって。あなたは正常です。うわぁ。僕はゆかりを愛してました。いや、今も愛してます。暴いてみせますよ、ヤツの本性。嘘、永遠なんて信じない。違う、さよぎだ。あなたほど正常なコアラはいないんです。お前の心の真実が見えたか。お前だろう。どう見てもこれはお前がやったんだ。そうだ、俺がやったんだ。君、ゴールキーパーやらないか。はあ。いいか、テストは19球だ。3球以上ゴールを許せば不合格とする。カニ。確かにルールにはカニを出しちゃいけないという条項はない。なぜないか。当たり前だからだ。さかな。カニが喋ったぞ。やったバンザイ。しんどいカニ。女の人ってなんか気持ちいいカニ。カニゴールキーパーの唯一の弱点じゃ。カニゴールキーパーはカニ味噌がなくなるとバカになる。カニがいらん。カニ、シージこれどうしたんだ。藤岡弘、竹中直人など豪華キャスト総出演。キーパーカニ。ワールドカップイヤーに飛び出した不条理動物ムービーの決定版。守るかい。僕がみんなを。カニゴールキーパー。カウトビートル。お嬢さん大丈夫ですか。ちょっとかっこいい。この若者ども。カブトは俺が倒す。この破滅をディザスターがな。あなたを採集してあげる。ビートル。You can find the secret of the human tornado。 人間たとえ。カブトビートル。よし、やってやるぜ。空前の猫ブームに叩きつける20万部突破の大ヒット猫漫画、完全実写化。たまに。そんなことでキャットアイドルになれると思っとるのか。キャットアイドルなんかなりたくないや。やってやろうじゃねえか。おいらちゃんと手に職をつけて父ちゃんを見返してやるんだ。グーグーだって猫でやるに続き、
全国の猫好きに送る最高にハッピーでキュートな猫の物語。ああ、これが噂の猫まっしぐらな面白さ、アニマルグルメムービーついに完成。父ちゃん、ジュニアよ、貴様にラーメンを作る資格はない。わしとテレビでラーメン対決だ。究極の頂上決戦が今始まる。猫ラーメン大賞。一歩でも動いたらこいつの頭に風穴が開くぜ。誰だお前は。俺は刑事だ。飛んで火に入れなんとやらよね。危ない。48時間、この原爆を首都圏のどこかで爆発させる。身代金として50億円を要求する。ああ悲しみは飲み込ませる。刑事さん、それってこちらですよね。動くな。この娘の頭に風穴が開くぞ。貴様、あと5分しかないですよ。ダメだ、スラさん、間に合わない。頼むわよ、スラ。沈没が加速してる。サンアンドレアス断層が分裂。機体が津波で大打撃。沈むんだね、一本。その反対です。今地球の下で何が起きてるんだ。今や日本の人口は5分の4が外国人だからね。永久に日本人だけのもの、外人どもには渡さん。私が言いたいのは、美しい国、日本ということを。あれを見ろ。何？札幌に怪獣が現れた。怪獣の正体はまだ分かりません。特ダネですか。これ面白いや。緊急事態によりサミットは中止にしたいと思います。 Are you running away? よ、我々8人の力を合わせて必ずギララを倒しましょう。鉄誘導弾ミサイル発射。 What's happening? ギララ生きてます。博多カフェ今日です。嘘。ギララギララに世界は滅ぼされるということ。ギララは人間には倒せないよ。出てけ。タケマジンがギララをやっつけるんだ。タケマジンだって。タケマジン様、早くギララをやっつけてくれよ。私も信じたくなったの、タケマジンを。オーマイガー。ギララ浮上。ギララ浮上。だから言わないこっちゃないね。もはや核攻撃しか残された道はないということだね。タケマジン様、タケマジン様。冗談じゃないよお前。おい、1987年、伝説の美少女特撮映画地球防衛少女イコちゃんより25年、21世紀地球防衛少女は9人に。地球防衛ガールズ P9、 新たに結成された地球防衛軍の精鋭美女チームだが、現れるのはゆるキャラと宇宙芸人たち。
私たちは本格怪獣と戦うために防衛軍に入ったんですよ。そう、凶悪な侵略宇宙人でもいいです。 AKB48 片山遥、 SDN48 野呂佳代をはじめ、超キュートな地球防衛ガールズたちが大活躍します。そして地球防衛軍の勇士たち、ぶっ飛ぶってる。人類の命運を握る謎の女、あなたは人類に生き残る価値があると思って。よし、全員戦闘態勢に入れ。本当の敵はどこにいる。もうあなたたちのいいようにはならないわ。混迷を極める日本を、世界を救えるのは地球防衛ガールズだけだ。構想25年、鬼才川崎実監督が放つ新生爆笑特撮映画第1弾、ご期待ください。核燃料を食べている。困ったことになりましたね。想定外の事態です。 In regard to Bamilus、 いっそのこと中国にあげましょうか。そんなチャイナにありゃいんだ。 To continue eating、 団体員イゼクトするんだ。団体員対抗、気持ちいい。私の心、あの子が目の娘の子じゃないかなんてね。雨の娘の踊り自体超能力があったということなんです。あなたは立派な変態です。